バイバイ。え？そんな見たいの俺のバイク。しょうがないなぁ、もう。オーシャルでしょ、このカスタマイズ。パペットスンスン。スパイダーマン。アートトムとジェリー。これぐらいしかないっすね。いや、でもね、もう2000キロ走ってんですよ。ほら、見てこれ。もう2139キロ。超走ったでしょ。あと、バックも増えとるやん。そうよ。紹介し忘れてたというか。前回から5ヶ月ぐらいいたからさ。あのスタミナ多分やってる？旗はあるけどな。ガラガラすぎない？もう高速乗るよこれ。マジで緊張する。初高速。現在館林からお送りしておりますは7月22日10時あもう11時6分早くない？ My birthday! あ、え、恥ずかしい。絶対聞こえてるわ。おこっちまで。そんな記念すべき28歳の年に何をするかと言ったら、あーやばい、ちょ、痛い痛い痛い、あー助走工業めっちゃみんな入るんだけど。こんな記念すべき28歳の初日に何をするかと言ったら、高速道路、東京まで行ってきます。高速道路の渋滞という洗礼を受けて一歩大人になろうかなと、そんな所存で、そんな気持ちでございます。びっくりしゃべりどうやって言ってたか全然覚えてないわ。どっから入んの？え、あ、こっちか。あぶねー、変なとこ入るとこだった。うん、これ競輪場あんの？すごっ。誕生日だし100万ぐらい持ってきたからさ、全部かけようかな。嘘ですけどね。お願い、頼む、ハンドして。あ、俺あの飛んでる、トラックに挟まれてる。これダメだったら俺ぶち挟まれるから、トラックに。頼む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 。来た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 、高速道路だ。あ、どっちどっちだこれ。まあどこ見ても東京だよな。東京、東京、東京。緊張する。ああ、ああ、山猿みたいになってる。来た、ライリングデール。あ、来た、来た、来た。あ、いない、オッケー、よし、オッケー。イエーイ。後ろもびっくりだぜ。あ、なんか70しか出てないけど、まあいいんじゃないですか。うわー、爽快だ。あ、びっくりした、トラックだ。プロジェクトブン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 。大ロキさん、28歳になった感想は？そうですね、髪の毛がよく抜けるんですよね。27歳に入ってから不思と感じるんだけど、過労のせいなのか、それともストレスのせいなのか、よく分かりませんが、オレオの CM あったやん、ワンスクープってやつ。僕もさ、自分の髪の毛を時々ワンスクープすると、なんか2、3本抜けるんだよね。恐怖、ハゲが頭をよぎる、ドゥエイン・ジョンソン。ちょっとね、ペーパーマリオの編集が重すぎて、意外とそれがストレスかもしれない、かなり。いや、俺がやりたいって言い出したんだけど、なんか本末転倒みたいな感じになってるな。ちょっと右車線行ってみちゃう？あのね、後ろからでけえ紫のトラック迫ってんだよね。見える？超怖い。ターミネーター3を思い出す。めっちゃいかついわ。120まで行っちゃうよ。うわ、マジでやばい。怖い怖い怖い。うわ、180行ってる。うわ、これ見えるスピードメーター。うわー、イエーイ、ポイーン。手しびれる、いって。いや、この辺にしとくか。ちょ、怖いわ、怖い怖い怖い。もういいです、俺ここで転んだら死ぬ。で、28歳になってからなんだけど、切り替え早っ。まあこの年になってね、身の回りの変化も多くなりましたわ。まず何がきついかといったら、きついって言っちゃってんだけど、最近ね、これやばいね。具体的な数字を言うと、俺が YouTube からいくらもらってるかってのはバレるんで言わないけど、2桁払ってる毎月。怖い。まあ、2、3年前と比べたら全く想像もしなかった状況だから、本当に怖い。髪の毛抜けてんのそのせいかもしんない、もはや。普段お金使う方じゃないからさ、まあ払えるんだけど、てか義務なんだよね、これ。納税の義務というのがあるんで、当然払わさせていただきまし、申し上げますけど。おお、すっごいね、お前。かっこよ、そのバイク。何？トーテクターして？いろいろかかるものがあってさ、まず所得税でしょ？これ確定申告で、まず記憶しましたわ。国民健康保険税ね。あれもしんどいでしょ？リッチな保険証持ってますわ、今。え？逆に怪我する？事故起こす？いや、まあ冗談だけど、やんないけどね。なんかもはや使っていきたい。何、あんなにお金払うならさ、ゴールドの保険証とか用意してくんない？マジで。いい感じのカード用意してくんない？
iPad ぐらいのサイズにしてくんない？で、からの条件免税ね、これもやばいね。ちょっとね、あの役場の人と相談したもん。来年の多分税金やばいんですけど、ちょっと計算してもらえませんかって言って、で、算出してもらったら、もう半笑いだったもんね。いや、高いっすね。みたいな。ため息出るわ、マジで。っていうのが、ここ最近のリアルな話、一つ目。で、二つ目は、皆さん気になってるでしょ？あの、彼女についてですね。全然いい感じですよ。彼女とは。まあ、どれくらいいい感じかっていうと、あの、早く同棲したい。同棲させていただきたいっていうぐらいまで進んでおりますね、話が。まあ、これがつまり何を意味するかというと、あの、家出ますね。さらっと重要な報告してるかもしれないけど、そのうち今翔平と一緒に住んでる家出ます。1年から2年ぐらいは目処にあの家出ようと思ってるんで、弟とのダイエット配信もそれまでになんとかね、区切りをつけたいんですよ、ということをもう言いました、弟に。彼にはタイムリミットがある。いや、いつまでもやってないから、あのダイエット配信やめてよ。なんその予防部のおじさんおばあさんになるまで、おばあさんにはならねえわ。なんその予防部のじじいになるまでダイエット配信し続けなければならないんだ。そんな甘くさないからね、ちゃんと結果を出してもらわないと。彼のためでもある、もはや。いや、さすがにさ、1年もしっかり頑張れば多分10キロくらい減るよね。1ヶ月2キロペースが、まあ、ぼちぼちいい感じだって聞いたんで、あの、健康的にね、痩せていくっていう意味では1年頑張ったら24キロ、130キロ台。いや、120キロ台までいけるよって。なんならそれってさ、もう弟の目標とする体重やん。そんないいペースでいくかがわかんないけども、まあ、弟にはね、やっぱこっから1年間頑張ってほしいなと思いますね。めちゃくちゃめちゃくちゃ。あのうちは離れたら、じゃあもう2人で配信できないじゃないですか。どうしてくれるんですか。いや、そんなこともない。物理的に弟とどれくらい離れるかによるんですけど、2人での撮影はできることはできるんじゃないかな。あとはその引っ越し先で僕がパソコンを買う予定なんで、ちゃんとゲーミング PC をね。ということは2人でなんかオンラインゲームができるわけですよ。これまでにやりたいと思っていたホラゲあるやん、変なホラゲ。あとマイクラとかも2人でできるし、2人でのオンラインゲームが可能になるんですよ。そうするとこれはまたこれで撮影の幅が広がるっていうことですね。まあそんな感じでね、あの、あと1年か2年ぐらいで僕はこのお家を離れる、弟の元を離れるということです。リアルな話2つ目。いや、しかし皆さんもご覧いただきたい、この雲2つなき青空を。日本の夏。パラパラタタララダイエロキノドゴロゲ料金所です。俺絶対道迷うかもしんない、これ。あー、来た来た、よかった。俺千三百円もすんの、高くない？わお、これ混んでるね。そこらかしこでロケットバンジョーが引っ張されてるね。あ、来てる来てる。うわー、渋滞だー。あーあっち行った、灼熱だって。何度か分かってんの今日。73度だよ。うわ、本当に強いな。みんな仕事中でしょ、これ。ああ、ちょっと待って、わかんない。わかんない、わかんない、わかんない。で、こっちかも。こっちかな。ええ、ちょっと待って。え、どっちだ？やばいやばいやばい、見てなかった。あ、大丈夫だわ。よかった。いやー、そのまた昔、まだ学生だった頃、元カノ乗せて、この首都高乗ってたんだけど、降りるとこ間違えてさ、なんか普通に険悪なムードになったわ。そんなの思い出す。ちょっとパーキングエリア寄っとこうかな。ちょ、すいません、川口ハイウェイオアシスにおります。なんか酸欠なんだけど。え、よいしょ。おいで、あっちがぶつかってきた。うわ、手足がしびれる。一旦休憩だな。綺麗、めちゃくちゃ綺麗。そうです、スタミナにしよう。メタメタうまそうなんだよ、スタミナを持つ煮焼き丼。どうだしょ、羨ましい。うまっ。これスタドンのほうがうまいんだけど。完全回復。エグゾベラ前半戦も後半。ほんとさっきなんか倒れるかと思ったわ。貧血ってやつ、栄養不足わかんないけど。てかマジで飯うまかった。俺もつ煮好きなんだよ。食感というか味も好きだし、あ、全部好き。さっき食べたさ、もつ煮、ヤスタミナもつ煮焼き定食、あれなんかスタ丼ほどくどくないんだけど、でも味はがっつりしていて、食感は柔らかいから
あ、どっちなの？あ、今のところもうこのお出かけは100点ですね。最高。いやーでも山の方行きたいな。都内もいいけど高速道路この壁があって景色楽しめないんだよな。しゃべりようもないしこの状況だと。あー来てるね、来てるねこれ。高速道路で20キロ台下道降りるか。でも高速道路降りて下道で早く行けるかって結構謎だよな。高速道路は信号がないからな。あとは一般道に比べてまっすぐ繋がってるし、どっちのが変だろうな。あー、スカイツリーか。おー、別にスカイツリーは今日目的じゃないんで。入れ、早く、はよ、ナイス。ハザード出せ、これだ。おお、やべ、こういうの入った。うわー超楽しい。後ろの車も速いから入れとこう。こっち入っとこう。ごめんなさい、すいません、これ遅くてすいません。あー、この人来るな、絶対来るわ。あ、絶対来るな、この人。あ、来た。はい、はい。攻めてくる人の車間距離マジバグってるからな。あの、仲間かどうか確認する犬とか猫、そんな感じだからな、距離感。鼻くっつけてるから、ケツに。やっべ、やっぱ楽しい。バグ楽しい。いやー、灼熱だけど今日。来てよかった。朝9時過ぎに起きて、うわ、8時半に起きようと思ったけど。あー、ちょっとここ目チカチカする、めっちゃ痛い。こんな喋ってるから俺さっき酸欠だったんじゃないの。我が人生初めてのバイクで渋滞、初めての渋滞、君と渋滞。 Ideas for life Panasonic Ideas for life。 これ右でいいんじゃない多分。いや、まっすぐかも。いや、右だわ、本当に。間違った。あー、間違った、痛い。あー、全然ちゃうやないかい。あー、いいよ、もう降りるわ。一回首都高チャレンジ失敗だ、ダメだった。はい、ありがとうございました。アホやん、もう。完全敗北、田舎者の負け。土舐めます。あ、舐めれる土がねえわ。右に行って U ターンですね。うわ、東京だわ、めちゃくちゃ東京。このお出かけはもう5点だ、5点。あのもつ煮焼き丼だけうまかった。あとはもう最悪、灼熱、渋滞、高速道路間違える、5点です。さっきまでの100点はどこへ。やべ、めちゃめちゃ混んでんな。平日の昼間だよ、仕事をしているのじゃなくて。いや、仕事をしているのか今。俺だわ、仕事してないの。邪魔なの俺だわ。うわ、マジこの信号待ちを考えたら絶対高速でいいわ。パパ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 。おいおい、ちっちゃい頃の俺やん。うわ、高速出てる。もう乗らないよ、散々いじめられたわ。これ繋がってんの向こうまで。あ、入れねえわ。俺ね、気づいちゃった。この辺で、ね、駅にもうバイク置いて、そこから電車で行けばいいやん。あっという間やん。こんな暑い中待たなくても、電車の中で進めるやん。あ、どこ？あそこの奥か。もうこれはみ出るの俺。あ、終わった。あ、俺死んだわ。あ、これ引かれるわ。車線真ん中だわ、俺。なんやもう、レジに俺待っとるやん、ここで。そんなことある？おい、あー、感謝のハザードを心に染みます。え、何を待ってるのだから。え、横断歩道手前でそこを横断するわけないか。車を待ってるな、あれは。誰に善意を向ければいいのかわからない。人間不信になりそう。ええあれいくらするんだろう。待って、めっちゃ鼻かゆい。あ、鼻かゆい。おお、え、ナンバーついてる。あれ、ナンバーつくんだ。なんか変わったっけ、法律。
そんな道路まで来れんの？大丈夫これ？わお、代々木公園だ。おお、ここがあの噂の、あのミクシーで噂の代々木公園ですか。という昔前は踊り手さんがたくさん集っていた例の橋ですわ。今どうなの？おお、いいね、ここ楽しい橋んの。イエー、あれこの辺じゃない、もしかして。あの辺、あの辺、ほらあの辺だ。全然映らないけど、僕も憧れましたわ、中高生の頃。一度ニコニコのオフ会でね、都内来たことあるんですよね。代々木は行ってないけど、スカイツリーとか登った気がするわ。高校生ぐらいだったかな。皆さんいい大人でしたわ。優しい方々だった。超かっこよくない？低すぎるけどな、タイヤでかっ。なんかこういう感じの波あったよな。本当トロンだ、トロンが乗ってるやつ。ああやって発信するんだ。めっちゃカエルみたいだったな。よいしょ。ああ、暑いじゃん。大光気割るのマジナイス。よいしょ、到着。ここを駐車場とさせていただきます。よいしょ。どうやってんのこれ。わかんないんだけど。このレックアストリーの CD 以外に用事なかったんですよね。なんで帰ります。せっかくならね、渋谷のスクランブル交差点渡っていきたいですね。うわ、人間が、人間だ。ゴミとは言えないからな、なかなか。タワレコで言ってて思ったけど、外国人の方めっちゃ多い。ほら見えるでしょ、もうあの辺全部観光客って感じだもん。おお、でかっ。まっすぐ行けしか行けないよこれ。マジか。うわうわ、通っちゃったよお兄ちゃん。渋谷帰ってくる前に帰れるかな。5時51分、無理だね、配信間に合わないわ。まあ今日誕生日だし俺いいよね。怖いよ。ちいかわ喋んねえわ。これ一人で住んでるんかな。何人かいそうだよな。あ、洗濯物干してあるわ。コミュニティになっている。警察だ、ドキドキ。何もやってませんよ。バイク運転してるサールです。行かせてほしいな。あざす。そのままこっちにも行きたい。どっか行ってくれないかな。ちょっといいっすか、撮影。俺がこの車線変更を死ぬ気でやったのに、お前すり抜けていくな。そんないいでもたやすく俺の努力を無駄にしていくな。経験値が違うってか、背中がでかいな。これどうやって入場するわけ？真ん中にあんの入り口が。この東京都民は一体信号待ちで何分待ってるんだろうな。誰か統計的に計算した人いない？行くぞ、頼む。来た、しょ、レッツゴー。今度こそ失敗しない。私に失敗しないって。あー、経験者。うわー、怖っ。うわ、でも爽快。やべ、バーカーチ。あ、蒸し焼き、ゆで卵の気分だ。お願いお願い、マイメロディー、こっちで合ってて。東北道本当に。あ、でも合ってそうだな。だどう考えても俺が右向いてんだけどね、これ横向きで俺走ってるわ。バットマンや、マジで。めっちゃすり抜けたい、すり抜けてしまいたい。でもダメです、危ないので。ああ、おい、俺もやってやろうか今度こそ。うわ、妖怪渋滞知らず。食べ物はレギュラーか廃屋のガソリン。きっと燃費悪いんでしょうね。俺そこでしかマウント、俺そこでしか、あの、俺そこでしかマウント取れないから。マウント、このすり抜けるまではまだいいよ。その後さ、車と車で入らないといけないやん。あれ申し訳なくないですか、かなり。なんかもう、
本当、あ、すいません、本当、この細い道から来ちゃってすいません。皆様がね、2、30分待つほどの渋滞の中でね、僕だけこの2、3分で通れてしまって本当申し訳ございませんみたいな、逆に煽っていくタイプの。ディズニーのアトラクションは皆様が1時間待つ中で、僕だけエクスプレスパスとかなんかそういうの買っちゃって、え、タバコ吸うな。うわー、でももう彼方、遥か彼方にいるんだろうな。うわー、めっちゃいいな。くそ。うわ、マジしょうもないこと思いついたわ。高速道路な、ええ、バインドの方な。なんだよこれ。頭おかしくなってるよ、助けて。この先ミストが出るってあるけど、どこだい。多分この車両の中で僕が一番そのミストを欲している。お願い、降らして。ミスト噴射区間ってあるけど、あ、これこれかい。みじんも感じないね。あ、嘘です、涼しいです、ごめんなさい、ありがとうございます。あー、涼しい。ちょっと気持ちいいんじゃないですか。着ているのが今プロテクターだけだから浸透してくるね、じわじわーっと。あー、気持ちいい。寝る。爽快系ここ。おー、イエー。あ、これ行きに来た場所かな。おー、大丈夫、目は前を向いていますよ。器用なことしてますわ。あの、これまでの渋滞が報われるこの気持ちよさ、爽快な走り、このためにバイク乗ってんだわ。いや、それは嘘かも、うん、嘘だわ、完全に嘘だわ、絶対やだわ、あの渋滞も二度とやりたくないわ。しんどかった。自分へのタンプレってことでね、あのリックアストリーの CD 買ったんだけど、あのタワレコといえどもリックアストリーの CD 古すぎてないかなと思ったんだけど、ありましたね。イエー。一応ない時に備えてもう Amazon で買ってあったんだよ。それで編集する頃には手元に届いてるから Amazon で買いましたみたいな、そういうインサートを挟もうと思ったんだけど、必要なりませんでしたわ。イエーイ。正味リックアストリーの CD というかお出かけが俺の中でメインだったんだけど、あ、どっちも達成できてもサイン。あ、レイコプター、レイコプター。川口は行きで通ったからな、別のインターステラーじゃねえよ、別のインターパークじゃねえわ、インターナッシュ、違う、なんだっけ、インターンシップじゃねえ、え、なんだっけ。でも醤油がいつも行っているあの羽生のパーキングエリア、あそこも気になるんだよな。テンボーイ、テンボーイ、ゼッ。おー、やばい、あ、いや、100キロ行ってる。ここ何キロだ。あ、弟が残業だ。あ、ってことはパーキングエリア寄っても配信間に合っちゃう。神やん、もう。まあ言うて30分ぐらいだろうけど、あいつの残業。おばあかわいい、かっこいい。いえ、ハスタのパーキングエリア行きます。ちょっとね、体疲れた。パーキング、パーキング。あ、今めっちゃテンションがカービィちゃんだったな。あー、助かった。くー、膝痛っ。肩止まってんの俺、むけみすぎやろ。エネルギー補給完了。ゴディバ食べたし、レッドブルも飲んじゃったよ。糖分マシマシ。これ運転中に寝るんじゃないのってぐらい糖分取ったわ。おお、空きれい、体幹充実してるわ。まあ編集大変だけどね、これの動画。羽生のパーキングエリアだ、ここだ。翔がいつも言ってるのはパサーだ。あー、ミスった。くそー、なんやだ、もう一個隣だった。今度は終点所に来るしかないね。やっと終わった、高速道路。帰ってきた、左だ。じゃあお家帰ります。見てる。クソだけ。ロジャースブラザーズフーブパタートパタートを見てみようの回です。パタートを見てみようの回です。よろしくお願いします。本日日付が変わりまして8月の24日12時7分。やずやですね。やずや、やずや。僕の誕生日にファンアートを書いてくれた人と事前にコンタクトを取って、まあ、今日はそのファンアートを見てみようという、まあ、ちょっと普段やらないことをやってみたいなという。全然やらなさすぎてどう入ればいいかわからない。ギー、今すぐトイレ行っていいかな。始まる前に行け。ああ、編集もらった順に見ていくんで、まずはポラリスロールさんからです。はい。誕生日誠におめでとうございます。いろいろやっていて遅くなってしまった。いつも配信や動画楽しく見させてもらっております。生きる理由にもなってきております。うわー、あれを感じるんだよ、カラメルさんとかの雰囲気。ああ、あのプルプルしている感じ、線が。わかる、わかる。おい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 お
なんか何か出して、へいお待ちってボーンって、なんか出すじゃん、勢いよくドーンってアブラケダブラって聞こえたわ。ありがとうございます。ねい、ねい、このテストね、むずいからね、実際俺書きたいと思っても書けないんだよ、どうしてもね、目が血走っちゃうそれ、自分の鏡見てるだろおい、徹夜明けじゃねえよ。おっと、続いていきましょう、綿菓子さん。ああ、絵がね、とっても綺麗ですよ。いいですね、あの八重葉っぽいのも生えてる。俺あるか知らないけど、八重唇だよ八重唇八重唇いいじゃない。前髪の雰囲気は完璧ですね。髪伸びた時、ちょうど今あ、そうだよ。そう、しかも真ん中パックリいくね、いつも。そう、リアルはキモいんだよなんでだよ、絵の方がいい。お誕生日おめでとうございます。シンプル、シンプルイズザベストですから。いいな。この QR コードに反応している人が多かったですね。あ、そうなの。で、せっかくなら今読み込みたい。果たしてちゃんとこれは僕たちの X に飛ぶのか。飛ぶ、大丈夫だ。危ない、危ない。続いて隣の、ああ大丈夫、ラドドラッキーに。はい、続いて、ああちゃんと繋がってるぞ。よっしゃ、ラストの QR コード。3連単、いくぜ。いや、もう3連単終わったし。あ、そっか、あ、俺 TikTok 消してくから、ちょっとあ、じゃあ俺のでいくか。押せ陸クロール流せちょっと凝ったやつ出すな、陸クロール流せって。あ、俺これ見てないのよ。あ、そうなの。リッキュアルコードね、うん、俺のこの動画のオチ、あれオチに持ってくると思った動画が流れるとは思わなかった正直言うとこの画像は知ってるんだよ。最後は絶対リッキュアルコードかと思ってたそっか、リクロールされてるじゃん、ひろゆきは。そうだよ、バースデーバージョンと思わなかっただろう。はい、いいよ、別のオチ探すよ、なんとかしてありがとうございます。さあ、そしてラスト、ラストドンちゃんでございます。ああ、でもこの中で一番昔からいる人だ。よし、イエス、たびたびファーと書いてくれるモサです。お誕生日おめでとうございます。遅くなってしまいましたが、これからも動画や生配信楽しみにしています。素敵な一年をお過ごしください。キラン、ええー、あ、でもキモい笑い方になっちゃった。おお、ほら見てごらん、輝かしい、このグリーンのバッグ俺のこの絵が綺麗なのよ、まず。そうで、お前の絵はあの脇役だから俺マジでこれ横から見たらさ、ペラッペラなあれやそうや、ペーパーマリオ脇腹役だからな、お前俺のイヤホンも忠実に再現されている。そうだよ、ブルンブルン振る回しやがって。いや、飛べるからな飛ぶとしたらパソコンが飛ぶからな。なんでだよでもめっちゃうまいね。これは多分あの配信だね、僕が誕生日配信でやった時の格好ですね、きっと、うん、チョコケーキ食ったし。これ何を狙ってんだ、ケーキなのか、お前の指なのか、皿なのか、パソコンなのか、お前の足なのかちょうどいい感じでさ、視点がさ全部かぶってんだよ、そのライン上全部かぶってるからさ。違うよ、これを見てるお前だよ。いただきます何のと今んクッキーありがとう、どんちゃん、どん、ありがとう、いいどんぶりですどんぶりのどんだっけ違うねちゃんと話をしたことはない、うん、俺の誕生日ついてに、もうな、あまたの、あまた一あまたの一あまた一あまたは一なんだよ。あ、じゃあ一なゆうたの一なゆうたはすっごい一なゆうたのおめでとうメッセージが届きまして、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ロード入れるためにリックロールが入ってきて、さすが誕生日をリックロールで過ごした男。おお、あ、そうだ、それちゃんと見せないと。ああ、何これ。こうしたら家だろ。それはまずい。まだ生きてるから。いや、友達いなかったみたいな。ああ、一番ほらネバゴナギリアップ。おお。せやで。ネバゴナのなんかパクリみたいなやつはどこだった？どこなんだ ？Whenever you need somebody。あ、2番目だ。I bring my love to you ってやつかな。
受かったフォーエバー。このガキは28歳でありました。ありがとうございました。もう1ヶ月経っちゃいました。早すぎる編集遅すぎ問題は、頑張ります。こんな意味のわからん動画を見ていただいている皆様のおかげでございます。多分これまた10万人に行ってもこういう動画を撮るんだと思う。 お前の誕生日になってもこういう動画を撮ると思う。おっと、ここでなんとスペシャルゲストからどっからね、どっから出てこい。おい、出てこいや。こうやって持ってこうと思ったの、オチを。そう。おっと、ここでなんとスペシャルゲストからメッセージがありますので、最後にこちらをどうぞ。で、かぶったんだね。そうだ。もう何やねん。まさか被るとは思わないだろ。1ヶ月ぶりにさ、ネタバレ食らったね。バイバイ、ごちそうさま。あ、そうだった、ごちそうさま。あ、終わった。はい、ごちそうさました。お前、大御所みたいに去ってくる。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ？